ミビス F ということで F ということで今日はメビウス FF 大召喚が半額ということで、ナイトを引きたい中人人がガチャって言っていきたいと思います。今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。黒猫の中人と黒猫の稲穂ね。はい、というわけで、ただいまプレミアム大召喚来ております。1日1回限定、マック席商品半分のお得な期間限定大召喚、詳細ジョブカード1枚とアビリカード5枚を召喚します。これ中人人がなんか引いた感じだと、新しいカード出るときはなんか赤いラインになるんですよ、でオレンジ色のやつ、そう同じのが出るときは白いさ、になるんですよね。なんで赤いのがね出ればいいなとは思ったんですけど、はい、あと、まあ、地味にあの白魔導士と黒魔導士引いたんですよ地味にね。一緒、本当まるっと一緒、地味にねうっかり引いてたんですよ、うん、ナイトが欲しい、私はナイト持ってるもんね。ナイトも持ってる、黒魔導士も白魔導士も持ってる。あれですかそれ、あと暗黒騎士だけじゃないですかいるの。何暗黒騎士がいるの。暗黒騎士はね強いらしいですよ、あと黒魔導士もね結構強いらしいですよ。というわけで行ってみたいと思います。あーやだね、スポッタッチトゥースピン、赤が来た。とりあえずは新カードが出ますね。ジョブお願いします。で赤いカードが来ると星4なんですよ、ここが赤いカード、赤いカード、あそうなんだ、星4出たことない、まだマジか。ここで使いたくないよ、ここで使いたくないよなんかあれですね、ニューカード100個、あの3みたいですね、物のけ姫。おー本当だ、やだよー、ここで使いたくないな、新しいカードね。戦士かあれ、テンションがあれ、いやあのあれなんですよ、ナイトの下が戦士だと、違う、戦士は戦士なのかな、戦士は戦士なんだ。これで言うと玉ねぎ剣士の次が戦士なんですよ。なんでわかんの、書いたじゃん新曲。へえ。で次がナイトなんですよ。へえ。だからなんかなんとなくナイトの方が強そうか。そうだよね。ナイトが良かったな。でもね戦士来て良かったな。戦士もね育てようと思います。ほら地味に暗黒。あと車同士とレンジャー系が出れば結構揃ったんじゃないかな。まあ揃ってもちょっと育てきれてない感があるんでね。ちょっとじゃ頑張ってまた育てたいと思います。かわいい。こよこよちゃんですね。こよ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 。ましょうここから。こよこよちゃん今イベント来ていて、こよこよちゃんを倒すってイベントなんですけど、これだんだんこよこちゃんが本気になってきて、もう最後の方ちょっと結構強くて辛いみたいな感じですね。こよこよ強い？今超強いでしょ。まだ弱い。結構本気になっちゃうからさ。そのうち。はい、というわけでいろはっちもガチャガチャっと行っていきたいと思います。何が欲しいんですか。何がいい、何がおすすめ。結構持ってますよ、ナイトいるからさ、うん、おすすめカード教えてください。うん、あと暗黒騎士とか出たら超いいですけどね。じゃあ暗黒さん、レンジャー系のジョブが出てもまあいいですね、もうナイトがいるから。ナイト、よし。あ、これからねアビリティカードが結構まだ限定されてて、あの例えば車同士は、車でレンジャーとかはの土のカードがない、あんまりないとか、なんか今そういう結構そのジョブによって差があるんですけど、あの同じ、あごめんね話長くて同じそのアビリティのカード、剣士だったら剣士のアビリティカードを使うとなんか魔力とかそのブレイクとかに影響が出るらしくてですね、この先結構敵のレベルが上がってくると、この今はさその属性を優先して、別にその魔導士でもこの剣士のカード、剣士のカード使ったりするじゃないですか、なんかまあ多分今後はそのカードが揃ってきたり集まったの、ジョブが育ってきたりする、敵が強くなってきたりすると、ちゃんとその戦士だったら戦士のこの光ってるカードを使わないと、なんかだんだんその攻略はしづらくなるんじゃないかなみたいな感じですね。なるほど。
いやそうそう、これだったらこれこれしか今あれじゃん、これとこれは別の職業のカードになっちゃうから、うんうんうん、なんか魔力とかが反映しないらしくて、プラスの値みたいなのがらしいですよ。ちょっと私もね聞いた話ですけどね、聞いた話とか Google 先生に基本的にお伺い立ててますけどねというわけ で、 どうですか、長くなりましたが、はい、行ってみたいと思います。ほい、まあ違ってることがあったらね、ぜひね、あの書いておいてください、コメントにね、教えてください。またタテトゥスピンして、タテトゥスピンピンピピン、おー赤いのね、来るね、来た、何が来る、星4来ちゃうんじゃない、星4だといいな、うん、来たことないよ、来ない、ね、多分来てこないね。カプオープン、火のキャラだ、ベアリス、ベリアスだね、ベリアス、ハイラ、真ん中に打つと横の2体まで範囲で攻撃できるやつ。シバ、あシバもいいですね、結構コスト高いけど、うん、これは全体攻撃できるですね、これも範囲じゃなくて全体攻撃できる、うん、みんなに、みんなみんなに攻撃できる、まあ、コスト重いですけどね。すごい、あ犬神さんはね変換スキルですね、あのフレームシフトって言って火の属性のエレメントに変換スキルがあるので結構使えます。リセマラランクも高い気がします。フリートさんはね、言わずもがなな火ですね、言わずもがな、フレームバースト、これもコスト重いけど全体攻撃、良きかな、良きかな、よくよく戦士仲間じゃないと一緒だよ、まあまあまあ、新ジョブ来てよかったですね、うん、ということでこんな感じの大召喚でした。こよこよイベントやってまして、こよこよはね、うん、すっかり忘れてたんですけど、 FF8 のキャラですね、エリクサーちょうだいキャラですね、なんか あげるとアイテムくれるとかなんかそんなんだったような気がしますけど、あのこよこよさん、あの人間舐めてるんで最初本気で来ないんですよ。ただ進んでいくとあのだんだん本気になってきて強くなっていくっていう、うーん、ほい、こよこよ、こよこよ狩り、こよこよ買っちゃう。でこのこよこよがなんかあの UFO に乗ってるこよこを対応押すと、こよこよ魂っていうやつがドロップして、うん、そいつを集めるとあの鍵、ゲートの鍵が開いて、うん、進めるようになる。 UFO の UFO を倒すとこよこよ魂っていうのが落ちて、その魂を、まあ、規定数集めるとそのゲートの鍵がロックが開いて進めるようになります。背中開いてるんだ。これね。リンゴちゃんみたいみたいな。左にしたんだね。左にした。なんかこう左でポイって。まあ別にでもいいですけどね。左手で持ってることが多いから。あ、なるほどなるほど。右利きだから。あ、右手でなんかやりながらね。あ、なるほどなるほど。左手で持ってる。いいな、ナイト、そっか、ナイトは、うん、風いいの、風いいなって言った今、風とさ土があるでしょ、そうなのそうなの、ほら戦士はさ、うん、水と火だからさ、あそっか、風と土ないとさ、うん、なるほどね、わかるよ、わかる、防御できるのかな、うんうんうん、だから今レンジャーできてる、玉ねぎ、玉ねぎじゃない、いいな、いいかな、やっぱりこれでその玉ねぎ剣士を育てて進むその戦士とかナイトよりも上位職種、ここで出たクロマドーシとかの方が強いらしくて、あ、ガチャキャラです、あ、これこれね、ユーフォに乗ってる、ちゃんは UFO になってない方が可愛いよね、 UFO かと思っちゃったもんね、UFO あ、間違っちゃった、何した今え、あの2連発よ、まだ倒せなかったんだ、あ、ほらほら落ちた、落ちた、ほや、ほんとだ、一個、これが落ちると、うん、これが落ちるって、これが、
この数貯めると、うんうん、ここは6が空いてこっちに住めるようになるんです。なるほどね、はい、というわけでそんな小役イベントですが、うん、なんか討伐数によってなんかあれですね、うん、なんかプレゼントみたいなのがあるらしいので全員のね全体のじゃあ頑張って狩りに行こう。そうみんなで頑張りましょうメビウス。はい、いやメビウス FF の実況でした。じゃあツイッターやってます、あとしろくりチャンネルでやってます、いつもお願いします。 YouTube チャンネルとこの辺の会話版、この辺の会話版といただけますと我らの動画の更新通知ヒット届けますので、ぜひヒットお願いします。じゃんけん主任かな、じゃんけん、じゃあ主任が行くよ、じゃんけん、いきます、せーの、しろくりじゃんけん最初にゃん、じゃんけんぽいそうです。めっちゃ気な人していくたるかみよ、さっきも見てくれてありがとうございました、お疲れ様です、またねー、バイバイ。いろはちゃんはなんで思いますとか揃えられるんですか、うん、なんでだろう、雰囲気結構付き合い長いですかね、雰囲気でこう、うん、何言うのかなみたいなのを指してるのかな、うん、だいたいだいたいでもだいたい、うん、10人にもなんか超能力者かなっていうぐらい、うん、あの離れていても私が何やってるか分かってるよね。例えばなんか一緒に教頭とか行っててふっと連絡取れない時に多分お風呂に行ってると思います。あ、大体そうね、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 お風呂入ってると思いますとか、あ、寝た気がします、寝た気がします、寝落ちしてたりする、寝落ちしてますとかね、うん、なんか大体分かる ね、そういうのね、うん、とかなんか結婚で結構主語ない時あるじゃないですか、あれ、うん、あれ、いや私も相当ないんだよ、私も相当ないんだけどなんか結構突然なんかあれあれやんなきゃやばいよねとか言って突然で前振りとか全然なくてなんかご飯食べ終わった後とかにあれやんなきゃまずいよねとか言ったあれが結構伝わるよね、伝わる、伝わる、お互いね、大体何の話してるか分かんない、あんまりいろはちゃんとね一緒にねいるとねなんか他の人と喋れなくなっちゃってね、たまにねなんかちょっといろいろ喋りが雑になっちゃって、ね、主語ないからね何の話、何の話っ ってよく言われちゃうんですけどそんなことがおまけです、そんな感じで思いますぐらいはなんてことない話です、なんてことない話です、なんてことない話でした、もうレベルがねもっとねスピリチュアルなことがいっぱいあるぞとね、はい、おまけです。じゃあね。